読み聞かせで心豊かに。絵本の読み聞かせは子どもの心を豊かにするさまざまな効果があります。例えば語彙力や理解力を高めるとか、想像力や創造力を育むとか、感情を豊かにするなどがよく言われます。他に親子関係を深めることにも効果があります。絵本には子どもの生活に身近な言葉や新しい言葉がたくさん登場します。読み聞かせによって子どもはこれらの言葉を自然と身につけることができます。また絵本の内容を理解するためには文章を理解する力も必要になります。読み聞かせによって子どもの語彙力や理解力が高まります。さらに子どもの想像力を刺激するものです。絵本の世界に入り込み、主人公や登場人物の気持ちになって物語を追体験することで子どもの想像力や創造力が育まれます。また絵本には様々な感情が描かれています。喜び、悲しみ、怒り、恐れなど、読み聞かせによって子どもは様々な感情を体験することができます。読み聞かせを通して子どもは感情をコントロールする方法も学ぶことができます。絵本の読み聞かせは親子で一緒に楽しむことができる時間です。読み聞かせを通して親子は子どもの興味や関心を知ることができます。読み聞かせを通して親子のコミュニケーションも深まります。このように絵本の読み聞かせは子どもの心を豊かにする効果的な方法です。毎日少しずつでも読み聞かせの時間を作りましょう。それには具体的な読み聞かせのポイントがいくつか挙げられます。子どもの興味や関心に合った絵本を選ぶとか、絵本の内容を分かりやすく説明するなどです。絵や言葉に表情や感情をつけて読み聞かせることも時として大切な要素になります。また読み聞かせをする時間帯や場所にも工夫するといいでしょう。寝る前やお風呂上がりなどリラックスできる時間帯に読み聞かせをすると子どももより集中することができます。また自然の中で読み聞かせをすると子どもの想像力がより広がると言われています。絵本の読み聞かせは子どもの成長に欠かせない大切な時間です。ぜひ毎日の読み聞かせを楽しみながら子どもの心を豊かに育んでいきましょう。